それでは、三菱電機の遠藤と申します。本日は、Linux リソース管理機構の AV 規定の適用ということで、発表させていただきます。まあ、表題からするとですね、まあ、ちょっと、ややもすると、かなり、大きな話、表題になっているんですけども、キーワードとしましては、C グループと、それから、Android、それから、AV 機器という、まあ、それの掛け合わせっていうところの技術テーマでお話をさせていただきまして、まあ実際にC グループを適用したっていう、まあ試作レベルのですね、まあ、イントロのところのお話をしたいと思います。まず背景と目的なんですけれども、今日のお話も、まあ、AV 機器と言いつつですね、まあ、具体的なことをちょっとまだ喋れるレベルではないんですけれども、今でもなんかスマホとかスマートテレビ等の登場で、ユーザーが自由に多数のアプリケーションをダウンロードして実行できる環境が普及してきましたと。まあ、Android とかが、いっぱい使えるようになってますよねという背景。それから、工場出荷後、そうなった時に、工場出荷後の、ファームウェア構成とか動作の組み合わせっていうのは、まあ、変わらないという、昔ながらの組み込み機器の前提が、まあ、変わったというふうに考えました。で、特に、AV 機器、まあ、ここでは、ここに挙げているようなものを例として挙げていますが、こういった AV 機器を考えた時、に、第三者アプリと共存する環境でも、ユーザーが安定して映像を視聴できる仕組みを提供することがまあ重要だろうと。特に、まあ、こういったここで挙げているような AV 機器ですと、まあ、放送番組みたいなものを受信して、映すといったときに、まあ、その視聴そのものがですね、安定して動くということが重要だろうという課題意識があります。でそこで、Linux のリソース管理機構、まあ、具体的に言いますと、C リソースを適用するということを、まあ、考え始めましたというのが今のフレーズです。で、AV 機能のアプリが、安定動作可能なソフトウェア基盤を構築することということで、具体的に、まあ、C グループがまずは使えるんじゃないかという入り口に立って、まあ、少し手を動かし始めたのというのが、まあ、今回の発表の内容になります。で、ここでLinux のリソース管理機構の概要ということでですね、まあ、先ほどのエレクシのお話もありましたけれども、まあ、C グループってなんだろうねっていうのをちょっと2、3枚軽く書いています。まずは C グループ、コントロールグループっていうのは、まあ、任意のタスクをグループ化して、まあ、これリソースグループって呼んでますけれども、制御するための Linux 関連の機能です。それから C グループ自体は、グループ化するための機構とインターフェースを提供していただけて、まあ、これをベースに、例えばまあ CPU とかメモリーとかディスク IO とか、まあ、一部ネットワークとかっていった、計算機リソースに関する、まあ、具体的なリソース管理機構が実装されており、タスクが所属する、リソースグループごとに、まあ、監視とか、から優先付け、から制御、制限、それから分離といったものが可能ということで、まあ、先ほどお発表の方でも一部お話があったようなことができますよという機構になります。からこちらのシートでは、リソース種別前のリソース管理機構一覧ということで、まあ、簡単に表に書いたんですけれども、先ほど言いました、まあ、C グループで扱う、まあ、リソースの種別というのを書いています。先ほども言いましたけど、まあ、サブシステムという名前、ネーミングで、それぞれどのリソースに対してどういったことができるのかというのを、まあ、簡単に表に示したのがこちらになります。CPU 関連のやつとか、それからメモリーがある。まあ、CPU とかですと具体的に言いますと、CPU の使用率を、まあ、何パーセントずつに各グループに、分配するよっていうような定義ができるとか、それからメモリーも同じようにメモリーの使用量について、あとはブロックの IO とか、それから下の方で少しネットワーク周りのところがあるというような状況です。それから、C グループのソフトウェア構成ということで、先ほど、冒頭、下側からちょっと駆け上がっていきますけれども、一番コアとなるところは、Linux カーネルの中、まあ、下半分のところに書いてありますけど、この図で言いますと、まあ、真ん中あたりに、下半分の真ん中あたりに C グループっていうリソース管理機構と書いてあって、それぞれに対して、まあ、サーブシステムというのがあって、それらが、まあ、カーネルコアの、まあ、スケジューラーだとかメモリー管理とか、その辺を、まあ、こう、問い目になっているというような構成になっています。
で、上に少し上がって、関連の上側が、まあ、C グループファイルシステムという仮想のファイルシステムがあって、具体的な各サーブシステムに対する制御、っていうのは、まあ、設定とかです、うん、っていう、制御の行為自体は、この C グループファイルシステムっていうのを通して、行うことになります。まあ、皆さんもご存知のスラップロックのファイルシステムとかで、まあ、ああいった感じでキャットとかエコーとかそういうのを使って、まあ、設定できるという意味で、インターフェースは非常にまあ簡単簡潔なインターフェースを提供しているかなというふうに言えると思います。それから、カーネルから今度、一番上側がユーザーランドでして、実際にCグループパッケージが、各ディストリビューション向けであります。でこの中身というのは、UC グループライブラリというライブラリとか、それからコマンドとか設定ファイルという形で、実際に各、まあ、C グループを適用するシステムごとにいろんな設定定義ができたり、それがまあ先ほど言いましたように、スラップロックファイルシステムと同じようなインターフェースで C グループファイルシステムに対して、まあ、コマンドみたいなものを打つことで、設定ができるという、まあ、ユーザーランド側の、インターフェースがあります。全体としてはざっくりこんな感じの構成になっています。ここから、C グループの概要の最後なんですけども、C グループの使用履歴ということでですね、少しヒストリー的なことを簡単にまとめて表にしています。これは、私自身もこの表を作るにあたって、Linux Changes とかのログの、過去のリリースのですね、ログちょっと簡単に舐めてみて、主なものを、まあ、ピックアップしたものなんですけども、まあ、2006年ぐらいに、Google のポールさんという方が、バッチを投稿したのが始まりみたいで、そこから、まあ年代的には2008年、9年とかあたりで、先ほど言いましたような CPU とかメモリーとか、それからブロック IO というような、基本的なサブシステムに関する機能が、まあ、少しずつこう追加されていったというような歴史をたどっているようです。一番最近としては、2012年の、まあ、3.3 で、ネットフリオというサブシステムが追加されているということで、まあ、3.0 ペゲ系になってからも、まあ、少しは拡張があるという、状況のようです。で続きまして、ここからちょっと AV 機器の適用検討ということで、まあ、簡単に、どういったところに使えるかなというのを、まあ、考察した内容を、何枚かのシートでご説明したいと思います。まず CPU サブシステムに関して、フェアグループスケジューリングというのがございます。これを、まあ、簡単に説明しているのが下の漫画になります。左から右に対してビフォーアフターで、適用する前とそれから適用したらどういうふうに変わるかなというところを簡単に説明しています。でこのサブシステム自体は、グループ単位で CPU 割り当て時間の制御を可能にする機構ということで、下の漫画の方なんですけども、まあ、優先度のない、タスクを考えたときに、当たり前ですけども、タスクの仮に4つあったとすると、まあ、それが均等に、優先度がないタスクっていう前提ですけども、の場合はまあ均等に割り振られるんですけども、それを、グループ例えば1とか2っていうふうに割り振って各グループに対して、CPU 資源の上限値というのを設定します。リソース配分を行います。でそうするとアフターとしては、まあこの例ですと、タスク1だけが別グループになって、まあ、優先的比較的潤沢な、CPU 割り当てで、まあ、半分動けて残りのタスク 2,3,C3 が、まあ、その残りの 50% を均等に分け合うというような、CPU というリソースに対しての分配が行われるというのが、あります。でこれを、まあAV 機器といいますかそういったところで、適用した、まあ、単純に考えて、優先処理したい、通常タスク、まあ、これ例えば Android アプリとか
に、良い潤沢なリソース配分をするっていう適用方法で、まあ、あの敏感に書いてある円グラフのようにですね、特定の優先したいタスクとかアプリケーションとかいうものに対して、あの優先的に良い潤沢なあのリソース割り当てっていうのが、まあ、自由にできるというのが使い方、まあ、単純ですけども、そういった使い方ができますということを言っています。続きまして同じくあの CPU サーブシステムで RT グループスケジューリングというのがございます。こちらは先ほどは前提としてタスクの優先度がないという登場人物の中でのお話でしたけれども、こちらはその優先度付きのタスクに対してもある程度その CPU リソースというものをコントロールできるという仕組みです。でこれはですね、今度ちょっと見方がビフォー同じビフォーアフターで書こうとして、今度左右じゃなし上下になってしまってますけれども、ビフォーの方は、タスク1は、まあ、何らかの優先度がついている RT タスクさんですと。なのであと、まあ、当たり前ですけど、その時の一番優先度の高い人が、まあ、走り切るということを、まあ、ビフォーでちょっと書いてるつもりです。でそれに対してアフターの方は例えば、左下のところに、書いてますけれども、タスク2と3っていう人を一つのグループに閉じ込めて、そのグループに対する割り当てとして、単位時間が1000、例えば1000ミリに対して、割り当て時間このグループに対して900ミリ、まあ、90% を割り当てるよっていうような設定ができます。でそういった設定をすると、左側のアフターのところに書いてますけれども、横軸が時間軸で、まあ言いたいことはその1000ミリ1秒のうち、90% だけが、そのグループに、入っているタスク、まあ、この例ですと2とタスク2さんと3さんっていう2人の走行したあの CPU を消費した分の合計が必ず単位時間のあたりの 90% 以内に抑えられるっていうような適用の仕方ができますと。で例えばこういったものをこれを、まあ、こういったあのサブシステム設定を使う と、例えばですけれども、まあ、こういう優先度のタスクの暴走を、まあ、阻止する適用方法っていうようなのが、まあ、一つ使い方としてあるのかなというふうに考えました。そしてちょっと ここは続きまして AV 機能に対する優先的リソース配分の適用案ということで、まあ、冒頭申しましたそもそも、まあ、あの AV 機器で C グループ適用してみましょうしてみようか使えるんじゃないかっていう動機に対して、まあ、どういった適用案があるのかなっていうのをちょっとあの文字ばっかしでなんですけども、まあ、いくつか簡単に考えてみたというのをここに挙げています。まず括弧1は、先ほどもありましたけど CPU サブシステムの、適用案として、AV 機能のアプリケーションとそれから第三者アプリ例えば、まあ、ゲームとかですねあのそのダウンロードしてきたようなアプリケーションとの間での、CPU リソース配分の優先制御を適用するということで、まあ、さっきあの例で、示したような感じで、AV 機能のアプリに対しては比較的潤沢な、割り当てにすることで、まあ、よりスムーズに動くというような配分ができるんじゃないかなという、まあ、単純な例ですけどもそういった使い適用案。括弧には CPU セットサブシステムでこれはちょっと先ほどあの、詳しくご説明しませんでしたけども CPU セットサブシステムというのはマルチ CPU があるときにどこのコアで、どの人を走らせるかっていうようなあの定義ができます。で、まあ、そういった、サブシステムに対しての使い方適用案として、AV 機能と世界第三者アプリの、同時動作において、アプリ実行 CPU の振り分け、を、まあ、具体的には負荷分散させるというような適用法で、まあ、AV 機能がまあ重要だっていうんだったらその人でこう一つこちら側の、コアで走らせてあの第三者アプリは別のっていうような、まあ、これも単純ですけどもそういった振り分けをすることによって負荷分散安定動作させることができるんじゃないかっていう、適用案です。それから3つ目はメモリーサブシステムで、これもまあ考え方、まあ、単純というか当たり前なんですけども、AV 機能と、それから第三者アプリ間の、総メモリー使用量の配分というのを、まあ、優先制御に適用するということで、まあ、これももともとの動機であります、AV 機能
を、まあ、安定して動作させるために、そちらに優先的に、優先的にというか、住宅、より住宅にメモリを割り当てるような定義をしておくというのが、適用です。それから、カッコ4の、ブロック IO 送システムということで、まあ、これは、具体的な AV 機器といっても何なのかというところによるんですけれども、例えば、録画コンテンツの、まあ、再生処理とか、それから蓄積処理といったような、ファイル IO のっていうところで、優先制御するような適用方法ですね。例えばなんですけども、まあ、これ書きながら具体的なアプリケーションを考えたときに、例えば、スマートテレビって言われるもので、大画面で、まあ比較的重いというか 3D かなんかのですね、3G かなんかの、まあ、ゲームですね、激しいゲームをやっているときに、予約録画がバックグラウンドで走り始めましたというような時に、まあ、ゲームによって、リソース、いろんなリソースがガンガン取られてしまうというような時にも、まあ、裏の録画、予約録画の処理とかが、まあ、安定的に動くようになるとか、DLNA の配信がですね、安定的に動くようになるとか、あるいは、まあ、第三者のアプリ間どうしてもあるアプリが動いている時に、まあ、バックグラウンドで何らかのそのまあ、瞬間的にダウンロード処理とか、まあ、なんかデータがこうできたりするような時に、まあ、ピーク的にですね、まあ、ちょっと詰まったりするような、そういった IO 的なもので、まあ、うまく制御すれば使えるんじゃないかなっていうのが、括弧4番目の適用になります。最後、括弧5のネットプリオサブシステム、これはネットワークの待機制限に関する、サブシステムでして、これもその映像ストリームの受信処理、例えば IPTV とかですね、の、優先制御とかに、まあ、考え方としては先ほどのブロック IO と同じような感じで、IO のところでうまく制御することで、まあ、優先制御、安定した動作が確保できるんじゃないか、そういった使い方ができるんじゃないかなというふうに考えています。ちょっと文字ばっかりですみません。最後というか4番目としまして、リソース配分定義の動的切り替えということで、まあ、AV 機器の機能の多様化を勘案すると、これを、ユーザーの、利用シーンごとに動作する機能セットが異なるんだったら、まあ、状態に応じて適切なリソース配分定義を複数用意するというような考え方が適用できるんじゃないかなと。この、背景としましては、先ほど言いました C グループではリソース配分の定義っていうのを、まあ、テキストファイルで、あらかじめ書いておきます。で、まあ、それを読み込んで、設定するんですけれども、その定義ファイルを、まあ、複数種類の定義ファイルを持たせておいて、で、その機器が、組み込み機器の動いている動作状態に応じて、まあ、そういった読み込ませるリソース定義のファイルを、まあ、切り替えていく、どんどん動的に切り替えていくっていうような使い方で、その瞬間っていうほど頻繁じゃないにしても、まあ、いくつかの、機能ごとにですね、そういった読み替えすることで、まあ、その時々で最適な、リソース配分定義っていうのができないかなというのを考えました。まあ、これは、見るとか取る、残す等の機能の多様化とか、それから放送、通信、メディア等の、コンテンツ種別の多様化ということで、まあ、利用シーンに応じてリソース配分定義を切り替えること。で最適なリソース配分が動的に可能じゃないかなというところをちょっと考えました。でここからは、Android 環境での適用検証ということで、まだちょっとお試しというか試作レベルなんですけども、少し Android 環境を Android ベースとした、まあ、AV 機器の、実機上でですね、少し C グループの適用というのを、お試しレベルですけれども、やってみたという内容を簡単ですけれどもご紹介していきます。まず、Android 環境で、C グループ使えるようにしようということで何やったかで、まず、1番目としましては、当たり前ですけれども、Linux 関連での C グループ関連のコンフィグ設定ということで、で、まあ、これも、当たり前っちゃ当たり前なんですけども、結論としてはいくつかのパネルコンフィギュレーション、 C グループ関連のコンフィギュレーションをきちっと設定してあげることで、まあ、Android でもそのまま利用可能だということです。これは、まあ、当たり前です。
で次にやったのがですね、Android 上での、PC グループパッケージの移植指向ということで、さっきあの構成図で一番上側に、ユーザーランドのところに、PC グループのパッケージがあって、まあ、それでビルドするとライブラリとかコマンドとかので構成されるパッケージがあるという話をしましたけれども、それが、デフォルトでは、Android 上ではなかったので、それをソースパッケージ持ってきて、リンクするということをやってみました。でまずメイクファイルは Android MK へ書き換えて、まあ、ビルドってやったんですけども、標準 C ライブラリ、まあ、Android のバイオニックへの、での最後の、まあ、リンクのところでエラーが発生しまして、でどうも、必要モジュールが不足してるみたいで、なんかあんまり簡単そうじゃないというか、かなりいろんなものどこからか引っ張ってこないといけないのかなという、感じがしたので、まあ、ちょっと深く追わなかったんですけれども、追わずに、まあ、我々としては断念してしまったんですけれども、この辺のちょっと成功事例とか、まあ、星でちょっと真ん中あたり書いたんですけども、なんか成功事例とかトライ事例とかあればまた後ほどちょっとコメントいただけたら嬉しいかなと思ってます。で、我々としてあまり粘らずにですね、そこで必要最低限の以下の機能モジュールを自作しましたということで、丸1と丸2って書いてます。で一つは C グループサービスということで、リソースグループの定義ファイルに基づく、リソースグループの自動生成と管理ということで、これもちょっと先ほどあんまりちゃんとお話ししませんでしたけども、C グループっていうのは、仮想的なスラブロックのファイルシステムと同じように仮想的なそのサブシステムが、できまして、そのグループの実態っていうのはその、仮想ファイルシステム中の、まあ、サブディレクトリであったりします。でそのサブディレクトリの中にタスクを突っ込んでやったり、まあ、抜いてあげたりすることで、グループ、リソースグループへの参加とか、使い離脱っていう行為を行いますので、まあ、そういったことをあらかじめ定義している定義ファイルを読み込んで、自動的に生成するっていうようなのが、まあ、1個目のコンフィグサービスという人になります。これを、まあ、ちょっと簡単に自作したというのが1個目ですね。もう1個の方が、シークレットデーモンという方で、これは、リソース配分のルール定義ファイルに基づいて、タスクの特定グループへの、移動実行ということで、まあ、さっき言いましたけども、リソースグループの実態としては、まあ、仮想ファイルシステム上の C グループファイルシステム上の、まあ、サブディレクトリ名みたいなのがあって、でそのサブディレクトリの中に、まあ、タスクを追加したり、まあ、離脱させたりっていうような行為で、グループへ そのタスクの参加とか移動という行為をできるんですけども、まあ、そういったことをやる、デーモンというのをもう一つ作ったというのです。で、3番目は、これは我々独自でちょっとやってみたんですけども、リソースグループの状態表示ツールというのを試作してみました。で、まあ、結局先ほど言いましたように、グループをいろいろ設定してタスクを参加させたり移動させたりという行為が、まあ、コマンドラインでできるんですけども、まあ、どうもそれが可視化されてないので、なんかいろいろ扱いにくいけど、結局 C グループを最適に使うためにはどういうグループがいて、その中にはどういうタスクがいて、でさらにそのなんか実機上でどういった感じで、例えば CPU リソースに関しては何パーセントのそれぞれグループで動いているのかっていうようなことが、まあ、動的に可視化されていると非常に、使いやすくなるんじゃないかっていう趣旨で、作りました。で下側の図はですね、左側が、まあ、ターゲットの機器というか、まあ、組み込み機器ですと、で右側がホストの PC ですと。で今言ったような状態表示のツールは、ホスト PC 側で、まあ、Java の、プログラムで書きました。で、まあ後でこの後で出てきますけれども、まあ、グラフ表示するような感じのツールになってます。で、実際には、左側のツールさんが、右側の実機上に、まあ、デーモンさんがいて、ちょうだい、C グループに関するカレントの状態情報をちょうだいというと、まあ、くれるというようなネットワーク経由で、まあ、通信するような、ツールになっています。で、実際に、具体的な先ほど言いましたの AV 機器って何て具体的なことはちょっと言えないんですけども、簡単な、C グループの適用例ということで、
ここは左側がビフォーで右側がアフターって書いてありますけれども、まあ、どういったグループと、ここではCPU サブシステムに関して、CPU の使用率に関して、グループ分けしてみて、まあ、実際にビフォーアフターでどうだったかっていうのを簡単に漫画として書いています。まず左側のビフォーの方で適用なしの時は、大きく、映像再生のアプリですね、まあ、AV 機能の代表的なものとして、映像再生のアプリケーションと、それから真ん中のゲームアプリですね、これは、まあ、いわゆる第三者アプリの代表例としてありました。それから、まあ、その他のタスクというのがいますと。で、下側の円グラフにありますけれども、まあ、最初 の CPU サブシステムのところの、例でもありましたけど、何もしなければ、ごめんなさい、これらのアプリケーション、Android のアプリケーションとしてなんですけども、まあ、特に優先度付けがないので、まあ、何も考えてなければ、まあ、均等な CPU 割り付けで動くと。でこの状態で、まあ、その他のタスクって言ってるところに実は外覧プロみたいなですね、ちょっと裏で、ガンガン走るような人たちを100匹ぐらい、まあ、こう強引に作ってですね、全体としての CPU 使用率を非常に上げて、まあ、この均等、ビフォーの状態で動かすと。そうするともう途端に映像再生のアプリケーションがですね、十分に CPU 割合でされないんで、映像がまあカクカクするとかっていうような現象を、まあテストウェブなので、まずはそういう状態を家に作り出したということになります。でそれに対して、右側のアフターの方では、まずグループ分けして、それぞれに、CPU の使用率の上限設定をしましたということで、まずグループ1は、映像再生アプリが、まあ、とにかく安定して動かしたいねっていう、趣旨なので、グループ1っていうのを作って、その人の、CPU の割合で 55%、まあ、半分以上というふうにして、そのグループ1に対して映像再生のアプリさんを、まあ、突っ込んであげました。で、それとは別にグループ2の方に、まあ、こちらはまあ 30% 程度ということで、まあ、少しそれグループ1よりかは低い値で、のグループを設定し生成して、その中にまあゲームアプリさんを突っ込んであった。でここでは書いてないんですけど、まあ、残りの人たち、先ほど言いましたけど、まあ、その他タスクっていうところに強引に、外覧プログラムみたいな人も走らせてましたので、その人が、まあ、そのまた別のところに、押し込めたということで、ようにしますと、下の、右下の方のグラフがありますけども、まあ、アニメ当たり前ですけども、C グループの、まあ、ちゃんと制御して、潤沢に CPU 割り当てをしたグループ1の映像再生のアプリさんがちゃんと動けるようになって、ビフォーとアフターの差で言うと、ちゃんと映像の乱れとかカクカクしてたやつがですね、ちゃんと動く。それからゲームアプリさんもまあそこそこ動くというふうになって、なんていうか、その他のガイダンさんが、まあ引き算しますと 15% ですね、の範囲内に押し込められるような感じでの、まあ、非常に単純ではありますけれども、そういったリソース管理の制御がちゃんとできるということを、まあ、実機上で確認しました。で、先ほど言いましたツールなんですけれども、でどういった表示のものかっていうのをここで示しています。下半分が、グラフ表示になってまして、今は、まあ、試作レベルなんですけども、横軸が時間なんですけども、だいたい端から端が5分間分ぐらいが、まあ、一応出るというような、ものにしています。で、これは、まあ、CPU の、リソースに関する、まあ、ツールなんで、まあ、これは完成品ってわけじゃないんですけども、なので、まあ、縦軸の方は一応 100% というか CPU の使用率を表すような、単位数のグラフになって、なっています。それから上半分が、まあ、ちょっと見にくいんですけども、上半分の左側に、グループの名前がありまして、各グループのところを、まあ、クリックすると、それに所属しているタスクさんたちの、CPU 使用率とか、その他の設定情報みたいな、メモリとかの設定情報が出るような形になっています。で、下の方にのグラフなんですけど、これは何にしているかって言いますと、先ほどのもう一個前のシートでご説明した、映像再生のアプリと、まあ、ゲームアプリとその他の外覧っていう、まあ、単純なケースで、リソース管理の定義設定を適用した、開始した時点と、それから終了っていうか、まあ、普通の実用ではないですけども、適用を停止したっていうところで、そのポイントをそれぞれ表しています。で、グラフは今3個、色がついているやつがありまして、
ちょっと見にくいですけど 100% 近くのところに赤が貼り付いていまして、赤っていうのは一応全体の CPU 使用率を表しています。で、まあ、ちょっと強引な先ほどご説明しました少しデフォルメしたような環境なので、まあ、ちょっとずっと 100% で貼り付いているような状況です。で、緑の方が、グループ1を表してまして、まあ、それは先ほどのシナリオで言いますと映像再生のアプリを突っ込んで適用した時には、まあ、映像再生のアプリを突っ込んでいるグループを表していまして、まあ、緑なんですけども適用すると、55% あたりをうろつくと。それから青の方はグループ2を表してまして、こちらはまあ先ほどのシナリオで言うと、30% 割合出て、まあ、ゲームアプリさんを突っ込んでいるというような、図になっています。これはこの図はあくまでも、まあ、赤は全体の CPU 使用率を表していますけども、緑とか青とか、ここで、まあ、今は日本ですけど何本でもいいんですけども、ここに出てくるそのグラフの表示はあくまでもタスクの CPU 率じゃなくて、表示したいのはリソースグループごと の, その CPU 使用率なんですかね、その全体がどれくらいで動いているのかっていうのを、示したいと言って、実際の使い方としては、まあ、そこにいろんなこういったツールを使いながらタスクをこう出し入れしたり、あるいは途中でグループリソースグループを増やしてみたり、でたそういった試行錯誤するときに、まあ、こういった可視化しながら見ると、まあ、より最適な系統だって、リソースの定義っていうのができるんじゃないかなっていうのが目指すところにです。でまとめなんですけども、まあ、AV 環境の、AV 機器へのリソース管理機構の適用を試行して、まあ、映像再生アプリでの効果を検証したと、まあ、非常に単純なケースではあるんですけども、まあ、ビフォーアフターという形で、まあ、効果が あるんで、まあ、使いうまく、定義してあげると、まあ、安定動作に寄与するんじゃないかなっていう知見が得られました。それからリソース配分定義を系統的に、実行可能にするために、リソースグループの状態表示ツールというのを制作しました。でこれも今はその状態表示しているだけなんですけども、願わくばそのこのツール上から何か設定が変えられたりするとなんかもっと便利かなという気欲はあります。それから今後の予定としては、具体的なもうより複雑な、まあ、複合リソースの配分ケースでの適用ということで、まあ、他にも今回は CPU という単純な例でしたけど、メモリーとか他のブロックの IO とかそういった音符の掛け合わせっていうふうになってくると途端に難しくなるなと思って、その辺ももうちょっと進化させていかなきゃいけないかなと思ってます。それから先ほど検討のレベルで挙げてました、まあ、動的な切り替え、シーンごとで の動的な切り替えといったやり方とか、それからまあこのツール、まあ、試作レベルのツールをもうちょっと拡張させて、もうちょっと便利させていただく。あと先ほどの、他の方の発表とかを聞いてて、まあ性能というか付加的なものですねっていうのもちゃんと評価しておかないといけないのかなというふうに少し思っています。以上です。ありがとうございました。これは皆さん関心ありそうだと思います。質疑応答また、コメント等ありましたらどんどんお願いします。はい、すみません、まず最初にちょっとシグループ使ったことがないので基本的な質問をしたいんですけど、はい、先ほどの例で例えばタスクグループ1、2に 50% ずつ割り当てたとして、はい、もし、タスクグループ2に所属しているプロセスしか動いてないときは、はい、CPU はじゃあ例えば 50% アイドルになるという理解ですか。そうです、フルフルまでは行かない、行っちゃったら今日はだ1と2両方動いてて、まあ、50、50にしてたら、はい、まあ、50、50で分け合うと思うんですけど、はい、例えばタスクグループ1のプロセスがまあ全員今動いてなくて、はい、起動してなくて、そう 2の人しか動いてないとしたらも、はい、CPU は 100% までいかずに、はい、指定された50で止まって、はい、CPU は空いてるけど 50% はアイドルになる。そうです。あ、そういうことですね。で、それで思ったのがですね、そのまあ、C グループ出た頃のよく議論って、結局さっきもちらっと例に出てきた、例えばリアルタイムプロセスが遅くて、CPU を食いまくってシステム出たらおかしくなるというのを防ぐ最後のストッパーで使うみたいな議論が最初の頃はよくあったんですけど、この発表を聞いてると、もしもっとアクティブに、細かく、CPU 配分をこれでコントロールして、まあ、みんなハッピーになりましょうみたいなことになってるのかなと思って。で思ったのは、そうするアクティブにやろうとすると当然だから何パーセント割り当てるかっていうのがかなり大事だし、
Android みたいにダイナミックにボスが増えたり減ったりするときには結構細かく制御しないと、そのさっき言ったように黙ってると CPU リソースがあるのに動かないみたいな状態が簡単にできちゃうんじゃないのかなと思っていて、でその今回の例だと例えば AV に 55% ってしてますけど、その 55% をどうやって見積もるのかなっていうのが結構難しいんじゃないのかなと実は思ったんです。 AV だって当然コンテンツによって CPU ロードも変わってきますし、でその辺って何かアイデアがあったりとか、なんか検討とかされてるのかなってちょっとあれば聞きたいかなと。そこがまさにヒューリスティックじゃないやり方っていうのが多分課題だなと思ってまして、まあ、そういった課題試験がこの辺にあるので、なんか少しツールも必要だねとか、デカシカとか、あとさっきアイデアレベルでしか言ってなかったですけど、定義ファイルをまあ複数持って、その今はどういう時なんだっていう時ごとに、まあ定義ファイルをこうダイナミックに切り替えていくっていうのが、まあアイデアレベルがいいといいのかもしれないんですけど、さっきもあの最後の方に言いましたけど、そういうことをいろんな複雑なことをやることで、その成果の負荷自体がどうなっちゃうのかなっていうのも心配があって、おっしゃる通りその辺もちょっと見極めないといけないかなと思って。そこら辺って今までって C グループが出る前って多分伝統的には例えば C グループとしてプライオリティで調整をしてたじゃないですか、今までって割と。だからその例えば AV は小文字とか怖いので、あの例えば UI とか AV 系のプライオリティを上げておいて他のものを下げることで相対的に CPU が取れるようにしてたと思うんですが、優先度による調整とこの C グループの調整ってなんか比べて こっちがいい点とかって何か社内、あのすみません、ちゃんとした答えにはならないかもしれないんですけど、社内でもまさに同じこと言われまして、従来のリアルタイム OS における優先度付けによる、優先制御と C グループの優先制御って何が違うのっていう話なんですけども、僕がその社内的に答えてたのは、まあ、優先度によるやつだとその一番高い優先度の人がどれだけ走るのかが見積もれないっていうか、その1回あたりの処理がもし多くてその人が一番優先度高かったらいつまでも走ってしまうんだけど、これだったらば、そのさっきの誤送もそうですけども、絶対あるところまでっていうのが抑えられる。なるほど。でも逆に見積もらなきゃいけないという点ではさっき言ったとおり同じだと思ってるんですけど、 AV が結局何パーまであれば、はいはい、要するにあのアサインしておけば十分に動けるかって、取りすぎたら当然変えられて単元気を与えちゃうけど、はい、少なかったら小文字しちゃうので、はい、結構そこが同じように、ね、あの難しいところになるのかなと少し見てては思いました。あの従来 そのリアルタイムオースにおけるタスク優先度付けもあくまでもこの人よりこの人をもうちょっと高くしておっかんみたいなヒューリスティックな世界でずっと来てると思うんで、まあ、それよりかもうちょっと定量的にあのその決めるっていう行為自体は確かに難しいと思うんですけど、あのもうちょっと決めなんこうある程度集約してこう決められたらそれはこうちゃんと抑えられるっていうところがいいのかなっていうふうに思ってます。私も、まあ、あのリアルタイム OS みたいに優先度全部決めて全部設定をリアクセするっていうのは馬鹿げてると思ってるし、昔のジャンボリーとかいろんなところでそういう話もして全部リアルタイムプライオリティをつけてシステム全体を作ったって思い通りにできませんよみたいな話もしてたんですね。でなので Linux のスケジュールは賢いんだからスケジュールに任せましょうよっていう話を昔実はしてたんですけど、これってだからでもスケジュールに任せとくと均等に割り振っちゃうのでもうちょっとコントロールしましょうっていう話にまた来てると思うので、その結構だからどこまでコントロールするかって難しいなと思って聞いてました。はい、それは単なるコメントです、はい。ありがとうございます。他はどうでしょうか。ただコメントですけども、もしかしてライトさんが言おうとしたことかもしれませんが、これあのビッグリトルとかが入ってきて、しかもビッグリトルのあの MP 要はビッグもリトルも両方動かして、でどっちにどれを配合するかっていう話になってきたら、もうますます複雑になってくるけれども、でもそれをうまくやるとものすごくなんかよくできるしっていう、なんか
結局それをやらなきゃいけない時に突入してるんだなというふうに感じました。コメントです。あの C グループ自身は以前からそういう話がいろいろあって、C グループの設定自身をリアクティブにするっていうか、その同状態に合わせていくつかグループを持っていて、それを切り替えるっていうことをすると、その例えば先ほどビデオ録画が始まった時はゲームは少し CPU を譲ってもらうとかいう話をしましたけど、その状況適用型にそういうことをするっていうのは、あの C グループガバナっていうかですね、ガバナを組み合わせることによってそういうことは可能だと思っています。で、あの最近あの当然小林さんが説明されているあのデッドラインスケジューリングというそのデッドラインを確保するというやり方も、結局はその分だけ CPU 時間を取ってしまうので、そのある意味効率は下がっちゃうんですよね。なのでガバナーで C グループの設定をいろいろ考えると、その辺があの要するに空いてるときはできるだけ CPU をたくさん使わせてあげるというのが書けるの で、その辺で実はですね、今あのトーマスとかと議論しているのは、ユーザーが結局開発スケジューラーっていうのはそのヒルシックスで実績に基づいてどういうスケジュールにするかっていうポリシーを作ってるけど、ユーザーアプリケーションからカーネルスケジュールにヒンティングするっていう、そのこう私はこういうものですっていう仕掛けが管理扱いにはないですよね。でそこが例えば僕はこういうものでリアルタイム性が必要な人だとか CPU パワーをこれが欲しいんだっていうのは、その通知できる仕掛けがあったらいいよねっていう議論を実はコミュニティ内にいろいろしようとしていて、ですからあのどういうプロファイルがあるのかっていうのをあのなんかデータで示してもらえると、あのちょっとそういう議論が加速するかなと思っています。あの要するにこれエンタープライズ のピーター・セレスティカーっていうのは開発スケジュールのメンテナンス、彼はレッドハットの人でエンタープライズのことしか考えてないんですよ。でまさに今小林さんが言ったビッグリトルってその非対称能力クラスターコアっていうのは初めてできたんで、それがどういうビヘビアをするのかっていうのはちょっとですね、あのまだ世の中にあまり知られてないんですね。なのでこれはまさに今年の2014年、13年、14年の議論だと思っているので、ぜひあの AV 機器のプロファイルっていうのを教えていただけるかなと、面白いと思います。ちょっと、ね、画面もらっていいですか、あのお見せするものが。ちょっとこれはおまけですけど、先週バルセロナ、大体松村さんが知らないとどういうことなのって松村さんとも一緒にやった話ですけど、これがあのまさにビッグリトルの、ですね、これは何やってるかと、温度に適応し、あ、違う、増えたのバッテリーの残量によってバッテリーが 100% あるときは8個全部浮かしましょう、 CA15×4 と CA7×4 で、でバッテリーがなくなるにしたがって数を減らしていって電池が持つようにしましょうっていう、そういうあのリアクティブに変化させるのと、同時に、これサーマルが60度を超えたら強制的にセブン1個だけにしましょうっていう、そういうのを作り込んだんですね。で実際これをどういう動くかって見せると、これは実は TC2 っていうのは、あのこれ CA 上が15が2個とセブンが3個っていう実際のチップ で、これはC グループガバナーを使ってるんですけど、これの静止バルセラでちょっと出したりして、上の今スライドを触ってるのが電池の残量です。で電池が減ってくると、今 15×2 で動いているのが、だんだん自動的に、これ C グループでやってるんですけど、C グループでプロセッサーが今15が1個になって、さらに電源を下げていくと、CA7 の方にこれ、マイグレーションに移るんですけども、今 CA15 が2個が落ちて、7が3個になって、で上に緑がちらっと出たら皆さん気になると思います。これはあの一部のタスクはその C グループの設定に入らないで15が動いているのは若干あるんです。これはさらに下げると C7 が2個になってっていう、こういう動きをします。でこれはまさに C グループガバナでそのリアクティブに C グループの設定を変えるっていう動作をしています。で Android の最近のバージョンにはですね、あの C グループもともと入っていまして、今のデフォルトの Android はフォアグラウンドとバックグラウンドという切り替えだけがあって、バックグラウンドアプリはそういうふうに低くいくっていうになってるんですけども、これはそれを拡張してます。これ今のパワーはまた 90% で電池が増えたんで上の方に移ったんですけど、それで今サーマルの赤い右側の温度計のところ触ったんで、オーバーヒートした状態に無理やり作ると、この状態では、セブンが1個だけに強制的に落ちるっていう、こういうふうなリアクティブな動きを一応できるように、これ全部 C グループでとガバナで書いてます。で本当はスケジューラーにこの辺の状況を渡したいんですけど、もうまだその仕組みはないので、C グループガバナだけでこの定義をするっていうのを今回作ったという、まあ、あの一つの例ですけど、なのであの参考としてはこの辺の考え方が利用できるかなと思いますので、
コードをどうするか、ちょっとリラックスコンジャパンで発表する用意をさせてますけど、この辺のガバナのコードは多分出せるものだと思います。はい、よろしくお願いします。他どうでしょう。遠藤さん、どうもありがとうございました。